柿プディングあるいはパーシモンプディングは柿の実で作ったアメリカの伝統的な菓子である。通常は完熟した野生のアメリカ柿の実を採集して作る。柿の実を潰して裏ごしし、小麦粉、卵、重曹、香辛料、バターなどと混ぜて生地を作り、それを型に流し込んでオーブンで蒸し焼きにしたものである。柿プディングはイングランドで古くから作られている。 クリスマスプディングなどのプディング菓子に類似した蒸し菓子であり、蒸し器オーブン、湯煎などの加熱方法を用いることにより、同様の生地を焼いて作る、より硬く水分の少ないカキブレッドとは異なる、しっとりとした質感を持っている。アイスクリームクレームアングレーズ、ホイップクリームアップルソースブランデーソースなどを添えることが多く、温かいうちに強するのが一般的だが、冷やしたものも好まれている。 柿プディングは冷蔵庫である程度の保存が効くため、大きなものを作って数日にわたって楽しむことも可能である。日が立つにつれて、プディングの中の要素が熟成して、混じり合いまろやかな風味が完成される。ありがとうございます。